老化の真犯人って言われてるぐらいだから。真犯人。そうですね。高い温度で調理されたものほど糖化が起こりやすいんですね。揚げ物全般、そうなっちゃうんですよね。うわ、揚げ物全般ですか。そうなんですよ。みんなで生きよう100年チャンネル。どうも、梶原です。たがみんです。よろしくお願いします。先生、はい、今まで目にいい食べ物っていうのはたくさん聞いてきたんですけど、うん、逆に目に良くない食べ物とか、うん、避けた方がいい食べ物ってどんなのがあるんですかね。いや、これもたくさんありますよね。たくさんあるんですか。たくさんありますよ。やっぱり自分でね、好きなものの中にも、はい、あ、これは目に良くないな、体にも良くないな、お肌に良くないな、髪の毛に良くないなっていうのはありますからね、やっぱりね。うーん、やっぱいっぱいあるか。うん、じゃあ今日はその話しますか。はい、ね、お願いします。はい、代表的なね、老化につながるもの、これはね、一部では老化の真犯人って言われてるぐらいだから。真犯人。そうですね。糖化ストレスっていう言葉もあるぐらいでね、体の中の、まあ、タンパク質に糖分がくっつくっていうね、糖化っていうんですけど、化学反応としてピタッとそこにくっついちゃうようなやつっていうのは良くないことが多いんですね。糖っていうのはね、大事なものなんですよね。エネルギー源でしょ、うん、大事なんですけど、それがね、タンパク質にくっついちゃうといろいろと良くないことが起こるんです。体の中の血糖値が上がるっていうことがね、まあ、なぜいけないかっていうことなんですよ。血糖値っていうことは血液の中の糖分の分量ってことじゃないですか、ね、体の中を流れている血液の中が糖分が高いっていうことはいつも砂糖水が流れてるってことなんですよね。砂糖水が流れてるんですか。そうそうそう、うん、まあ、極端なことを言うとですよ、はい、そうするとね、流れている砂糖水の砂糖がですね、血管にくっついてくるわけですね、まあ、そうやって血管がだんだんね、良くない状態、血管がボロボロになっていっちゃうっていうね、まあ、要するに血糖値が高いっていうことは血管の病気だっていうことなんですよ。食べ過ぎと、それから糖分の摂取のしすぎっていうものに気をつけてもらうっていうことですよね。タンパク質に糖がくっついてるようなもの、それもなるべく取らないっていうことなんですよ。高い温度で調理されたものほど糖化が起こりやすいんですね。油で揚げたりオーブンで調理したりっていうと、どんどん温度が上がってきますよね、はい、だからそういう調理方法ほど糖がくっついちゃうんですよ。糖がくっついたものをエイジズって言うんですね。エイジズ、うん、まあ、そういうものを頻回に取ったり、たくさん取ったり、まあ、しないようにっていうことなんですよ。実際に今先生が話してくださったもので、うん、該当する食べ物って何ですか。高い温度で調理されてるっていうものと、ものっていうとね、まあ、揚げ物全般、そうなっちゃうんですよね。うわ、揚げ物全般ですか。そうなんですよ。唐揚げとかね、めっちゃ大好きですよ。天ぷらとかね、はい、とんかつとか、うん、まあ、揚げ出し豆腐も該当します。そう、揚げ出しもそうですよね。あ、うん、好きなものばっかり、ね、私も好きなものばっかりですよね。皆さんもそうだと思うんですけど、うん、揚げてなくてもね、加工肉っていうのはね、調理の段階で糖化反応がかなり起きるらしいんですよ。まあ、だから例えば目玉焼きを下をカリカリに焼いて、ベーコンもカリカリに焼いてっていうのも栄実の塊みたいになっちゃうけどね。ね、私もね、目玉焼きはね、下がカリカリしてる方が好きなんですよ、ね、美味しいですよ ね。そういうものが、まあ、実際には体にあんまり良くないっていうことなんですよ。まあ、それがね、栄実のお話ですよね。揚げ物で特別なものに入ってくるんですけど、まあ、ポテトチップも当然揚げ物じゃないですか、うん、ね、ポテトチップの場合はね、うん、アスパラギン酸が糖化されるとですね、まあ、アクリラマイドっていうね、物質ができるんですよ。アクリラマイドっていうのはかなり特殊な物質なんですよ。で、それは発がん性もあるって言われてるんですよ。発がん性ですか、うん、そういうものは気をつけた方がいいですねっていうことですよね。うん、で、その他にはね、やっぱり酸化した油、これも体に良くないですよね。古い油食べるの良くないっていうね、うん、油物は日の当たるとこ置かないとかね、はい、気を使ってると思うんですけど、油が酸化してくるとね、もう匂いもおかしくなるし、うん、味もおかしくなりますよね。まあ、残念ながらコンビニとかで売っているね、ああいう揚げ物って結構ね、古い油で揚げてるからやっぱ体に良くないんですけど、うん、だから、まあ、そういったものがですね、老化を早めるものとかね、うん、非常にそういうものが多くて、水晶体とか網膜とか、まあ、大事なところにね、病気を起こすきっかけ、あるいは悪化させるきっかけになってくるんですよね、うん、そういう食べ物には注意しましょうっていうことですね。まあ、だから逆にね、なるべくそういうものを減らして体にいいような食べ物を増やしていくっていう、まあ、ことが大事ですよね。体にいい食べ物っていうとね、まあ、いろいろありますけど、不飽和脂肪酸ってね、魚の油に非常に多い
多かったりね、オリーブオイルとかアマニ油とかそういうものにも多いんですよね。水晶体と、ね、網膜にやっぱり非常に必要なルテインっていうね、植物性の色素がありますけど、そういったものを多く取る、まあ、食材としてはほうれん草とかケールとか小松菜とかブロッコリーとかですね、そういうものを多めに取っていくとかね。ポリフェノール、ポリフェノールはですね、特に目にたくさんあるっていうもんじゃないんですけど、ポリフェノールっていうものはね、いろいろあります。例えばワインに入ってるポリフェノールだとかね、アントシアニンとかね、コーヒーとかココアに入ってるポリフェノールとか、まあいろいろありますよね。そういったものが結構抗酸化作用が強くてですね、体中に至るところに行くので、酸化を防いでくる作用が強いですから、まあそういったものを食べるとか、それからあとは抗酸化作用っていう意味ではビタミン C とかビタミン E とかですね、まあ、ビタミン C は、まあ、あのフルーツ全般多いですよね。キウイとかも多いし、ビタミン E はナッツとかにも多いですよね。かぼちゃとかそういうのにも多いです。そういったものをなるべく取っていくとかね、そういう工夫が必要だなと思います。まあ、あとはね、余計な糖質や脂質を少しでも吸収を減らすっていうとね、食物繊維を、多めに取ると、不溶性のものはね、そういったものの吸収を妨げてくれたりとか、それから水に溶けるタイプのものはね、腸まで行って全玉菌の餌になってくれたりとか、まあ、するんですね。だから食物繊維も取りましょうと、まあ、なるべく野菜とか果物ね、まあ、ジュースにしても食物繊維が全くなくなるわけでもないし、水溶性のものは結構入ってるんですけど、まあ、そのまま食べた方が食物繊維はより多く取れますよね。やっぱり美味しいものっていうのには影があるんだなっていうふうには思いましたしだからやっぱりそういったものを絶対避けなきゃいけないってわけじゃなくて、頻繁に食べるのはよそうねっていうことですね。そうですよね。で、逆にやっぱり体にいいものっていうのをメインにしていきながら、ちょこっと自分のご褒美として食べていくっていうことが大事なんですね。まあ、やっぱりね、その調理っていうのは人間独特の文化ですからね、物を美味しく食べるための工夫っていうものがいろんなその食文化にあるわけじゃないですか。大切にしなきゃなんないですよね。シェフの腕の見せ所なわけですからね。 お母さんの料理はそうかもしれないけどね、だからね、まあ、そういったものを食べないわけにいかないんで、どういうものにどういう害があるとかね、まあ、一応頭に入れた上でいろいろ考えてご自身で選択をしていくってことが大事だと思うんですね。食べ物の話でね、結構してるんですけども、 LINE でも時々情報を配信したりすることもありますので、私の公式 LINE ですね、概要欄にリンクが貼ってありますので、 LINE の方でもお友達になってくれると嬉しいなと思います。カジュアルアイケアクリニックではスタッフを募集しています。眼科の先生や首脳訓練士はもちろん、資格がなくてもできることがたくさんあります。究極のサービス業、医療の世界で輝きませんか？私たちと一緒に眼科難民を救いましょう。詳しくは概要欄をチェックしてください。今日の動画役に立ったでしょうか？役に立ったと思った方はチャンネル登録といいねをお願いいたします。ベルマークを押していただくと動画が上がるとお知らせがいきます。チャンネル登録するとベルマークが出てきます。それじゃあまたね。